さん野球楽しんでますか？カモネギックス監督のシュウです。今日はまずは、チャンネル登録者数が200を突破しました、皆様ありがとうございます、見てくださってる皆様、また、野球用品店の方、取材を許可していただいた野球用品店の皆様、本当にありがとうございます。技術的には本当に見せるのも恥ずかしいぐらいのレベルの野球ではあるんですけれども、まあ、草野球ということで、まあ、永久しない永久とかで甲子園目指してもらっている方とはまた違った、現状でどうにかする楽しむという形の草野球をやってはいますが、その中で一つ一つを楽しんで野球をして、またこういった動画を上げていければなと思ってます。また草野球ならではの野球用品とか、そういった野球用品店さんとか、そういったいろんな面から紹介できたらいいなと今後も思っております。200人を超えたので、ちょっとまたこのアングルを変えようかなとは思ってるんですけど、まあ、なるべく試行錯誤して見やすいようにはしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。とりあえず土日また野球をしてきたんですけど、まあ、練習試合、グラブの話をするか、このキャメルのローリングスのグラブで、このネオストロングオイルをちょこちょこ、もうこれは柔らかいんで全体には塗ってないんですけど、これを塗ってると、まあ、グリップ感見えねえな、グリップ感、表面のグリップ感ってあるんですけど、この辺のボールが当たる、まあ、かさついてくるとこがちょっとそのグリップ力が出てきたかなという感じがします。まあ、触ってちょっとブレーキがかかるかなっていうぐらいなんですけれども、だんだんとこのオイルがいい感じに出てきたのかなっていうふうに思います。また畠山さんのワックスみたいにちょこっと補給面に塗るっていう使い方もできてくるのかなと思いますけど、結構だいぶ柔らかくする効果も多分あるので、この辺は最初の慣らしだけで使われるっていう方もそれがいいかなとは思いますけど、僕は全体的にもう薄くですけど塗っちゃってますけどね。この小指2本のモデルはまだやっぱり黒で、皮にまだ張りがあるんで、どうしても一発で補給面に収まらない時があるんで、もうちょっと全体的にしっとりさせてキャッチボールを使っていきたいなと思ってます。今後なんですけど、3月の月末から、日曜日はリーグ戦、カモネギックスでリーグ戦が始まりますんで、今後も野球練習はちょっとあれかな、試合のちょこちょこした動画とか、試合結果の動画とか、グラブ紹介の動画とか、いろいろ、まあ、自分も楽しんで、チャンネルを運営していきたいなと思ってますんで、今後とも見ていただけたら嬉しく思います。今日の動画は以上です。チャンネル登録、ツイッター、フォローぜひよろしくお願いいたします。